みなさんこんにちは。ヒーリングライフスタイルのセミナーに、ご視聴いただきましてありがとうございます。ブレイントレーナーの岩田郁子です。この時間は、意外と簡単気になる痛みの対処法というシリーズをお伝えしています。今日のテーマですが、今日は寝違え&頭痛編、この辺の痛だっていうやつですね。はい、よくなるんだっていう方、よく寝違えになります。また朝起きた時だけじゃなくって、ちょっと何か物を取ろうとした拍子にってキュッてなったり、私も経験ありますけど、そういうこともあると思うんですね。寝てたんじゃないけどってなるする感じです。で、首とか肩のこむら返りだと思ってください。このシリーズの1回目はふくらはぎのね、本当にこむらってふくらはぎっていう意味だそうですけど、はい、こむら返りやったんですけど、首とか肩のこむら返りが、まあ、寝違えと思ってもらったらいいです。で、この朝起きたら痛くなってたとか、まあ、何かの拍子にギュッてなったという感じ。これ結構なかなかすぐ治らないと思うんですよ。で、これが、で、動かなくなったりとかするので、で、これが結構ね、早く、短い時間で和らげられるいいツボを今日お伝えしたいと思いますね。はい。で、まあ、そもそも、なんで寝違えって良くなるんだろう。全然ならない方もいるし、なんか、良くなるんですっていう方もね、たまにはいらっしゃるんですが、原因が何かというと、まあ、寝るときの姿勢が結構関係がある。ですね、まず。で、疲れすぎとか、泥酔。この二つは何かというと、その、寝てるときに、こう、ピクリとも動かずに、クーッと寝てしまって、同じ姿勢をずーっと長くとっていると、そのまま固まってしまうんですね、筋肉が。それで、おって起きた時に急に動かすのでグッてなってしまう。その、硬くなっちゃう、冷たくなっちゃう、血流が悪くなってる状態ですね。で、それが、まあ、疲れすぎとか、まあ、飲みすぎたという翌朝に結構起こったりします。あとは、枕が合ってない。なので、ちょっと何か、痛くなる角度になってしまうような枕をもしかしたら使っているかもしれません。もしね、よく、なるんですっていう方、よかったら、チャットのところに、はい、送っていただけると嬉しいですね。あと、私、この、疲れすぎかも。ね、寝違いっていうのは。なので、まあ、対処法として、まあ、最後にやっていきますけど、リラックスしていい睡眠が取れるように、心がけていくのも予防になると思いますね。はい。で、こんな感じで肩や首のこむら返り。足のこむら返りも一緒ですが、こむら返りってどういう状態かというと、筋肉ってこう伸びたり縮んだりしながら、こう体を動かしてくれるゴムみたいなね、役割ですけども、それが縮みっぱなし。ギュってなってそのまま硬直しちゃってる状態を、こう、こむら返りの状態なんですけど。で、それが筋肉が血行不良になっているから、そういうのが起こりやすくなります。じーっと長時間動かずにいた。寝てる時ってまさにこれですけど、で、いい睡眠取れてると、まあ、そんなにぐっと力も入れずに、まあ、少し適度に寝返りとか打ちながら寝てますけど、疲れすぎて、バターンってずっとこのままとか。あとあれですね。旅行中に、電車とか飛行機とか、変な姿勢でなっててもなりますので、ね、ずっと寝てしまった時、そんな感じですね。筋肉の血行不良。なので、血行を促進してあげるっていうのがポイントです。それで、血行促進してあげるのと、まあ、痛くなっちゃった時に、もう、即、治ってほしいじゃないですか。で、このおすすめのツボっていうのがあるんですね。ちょっと試してみてほしい。牽制っていうツボがあります。で、筋肉がギュッて急につったりとか、足がつったりするときもそうですけど、基本そういう風になったときっていうのは、アイシング、冷やすといいっていうのが、まあ原則であるんですけども、ただまあ、暖かく、なってきたとはいえ、このね、首筋にあまり冷たいものをヒャーと当てるのはあんまり嬉しくないかも。冬場なんか絶対やりたくないですよね。
アイシングはちょっとなーって私も思いました。でアイシングせずにツボ押しでこの痛みが和らげられるいいところがあるんですね。でそれこの名前はまあこういう名前ついてますけど覚えなくて大丈夫です。指圧をしていきます。でこの場所がどこですかっていうことなんですけど、ここです。で正面から見たときだと、この首と肩の境目と肩先の、まあ大体真ん中ぐらいなんですね。真ん中ぐらい。で、横から見ても、まあ大体この厚みの真ん中ぐらいですけど、でちょっと触ってみていただけたらと思いますけど、ちょっとうつむきますね。で、この肩の上に筋肉が一本こう、横たわってるというか乗ってるんですよ。で、この筋肉と、鎖骨がある側、この筋肉の終わりかけというか、ここにもう一個なんか筋みたいなのがあります。その隙間みたいな感じのとこなんですけど、まあ大体でいいです。大体真ん中辺。で、横から見ても大体真ん中辺と思ってもらって、で、この自分でヒーリングポイントっていうんですけど、ここをほぐしたら楽になりますよ、和らぎますよっていうのを、そのポイントを見つけるコツっていうのが、痛いところを探すっていうことなんですね。で、ツボの位置っていうのも、私もまあ本とかでね、これ、勉強したり、ああ、ここかって思ったり、探し方っていうのも、ここから何センチぐらいでとか、決まってるんですけど、やっぱり皆さんそれぞれ微妙に体格も違いますし、なんか、そんなんないけどとか思う時もあるんですね。それで、痛いところを目指して探していくと、もう誰でも簡単、よくわかります。で、寝違いになってるときは、もうこの腱線のところ、触ったら、うわっていうぐらい痛いんですよ。なので、その痛みっていうのを、バロメーターに探してみていただけたら、わかりやすいと思います。で、今はまあ寝違いになっていなくても、結構この腱線を押すと、肩こりの方とかもね、すごく気持ちがいいので、ちょっと探してみたいと思います。だいたい真ん中辺で。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。